プロボクシング WBA 世界バンタム級王者井上拓真、27イコール大橋の初防衛戦 WBA 世界フライ級1位有利悪井正悟28イコール倉敷森保の世界初挑戦が組まれた11月15日のダブル世界戦東京・両国国技館が延期されると28日発表された井上がスパーリング中に左第1011肋骨 肋骨を骨を折メインイベンターの出場が不可となったため、工業自体を延期することが決まった。井上は約4週間の過料を要するとの診断結果が出たため、回復状況を見ながら工業日程を再調整する予定だ。 アマゾンプライムビデオでライブ配信される予定だった同工業は井上が IBF 世界スーパーフライ級王座を9度防衛した現 WBA 世界バンタム級6位のジェルウィン・アンカハス31イコールフィリピンとの初防衛戦有利悪意は WBA 世界フライ級王者アルテム・ダラキアン36ウクライナに挑戦するダブル世界戦を開催 また元 WBC 世界バンタム級王者辰吉城一郎の次男、樹木、27イコール大阪帝剣、が日本同級11位与那覇祐樹、32イコール新星、と54、5キロ契約体重8回戦、日本バンタム級4位、増田陸、26イコール帝剣、が再起戦で世界挑戦経験もある WBO 世界スーパーバンタム級12位ジョナス・スルタン、31フィリピン、 とのバンタム級8回戦に臨むアンダーカードが組まれているなおチケットの払い戻しはローソンチケットで受け付ける